もう天才ですもう秋ちゃんはあっそうですかこんなにだから基本的にはドラマなんでアドリブなんかないんですけど、ええ、今回朝,だ朝ドラなのにいいのかなと思うぐらい監督がそこをお任せでみたあいわゆるお芝居でいうとエチュードってシチュエーションだけを与えて、はい、そこは俳優さんで続けてくださいみたいなまだないんですけど。ええ 僕と薬師丸さんのシーンとか僕ときょんくんあこ小泉さんの <laughs> 小泉さんとのシーンとかで、はい、そこをお任せでみたいになっちゃうところがあるんですけどなかなかそういうのって訓練してないとできないんですよね。はいええ、きちゃんはす、ね、すすごいいいです本当に食いついてきます どういういうにだからこっちが無茶振りしたらそれに乗っかってくるんですよね、はい、普通は黙っちゃうんですけど新人の女優さんとかは、ええ、あ乗っけてきます、ね、はあ面白いですねこんなキラッキラした顔して、えー、<laughs> じゃあもう本当女優としても先輩から見てもこれはいや面白いですねあんまり褒めるとなんだな、ね、<laughs> <laughs> いやでもねあのこちらの,この東京編の現場の方はこう若いやっぱりねアイドルというか女性に囲まれ辛いですねついんですか 辛いです10代の女の子と何を喋っていいのかわからない <laughs> <って S 1> もう北三陸が羨ましくて<笑><笑>あんなババアどもの中でやりたかった<笑><笑>、まあ、劇団出身の方皆さん多いですもんね同世代の方だっからッタさんとか、うん、吹越君とかみんな同世代なんですよね、はい、同い年あの同い年だと思うえ僕もそう同い年なんですけど、はい、みんな65年64年66年ぐらいが多いんですよ、はい 君とかみんな同い年で、ええ、でそれとあのババードもでしょいやそれは怒られますよっ、ね、ていったらえりさんとか、ええええ、キノさんとか、はい、でハイりさんとか潤、はい、さんとか楽しいだろうなと思いますも,ん <laughs> もうだって GMT の人たちと何を喋っていいかがわからないですも、ええもうね、自分の娘さんと変わらないぐらいのそうなんですよね あの松田君も結構若いですし <laughs> まあそんな中でね、はい、やってらっしゃるでもまあまあ能年さんとのこのねこうアドリブやりとも今後出てくるということで、はい、ぜひぜひこの辺また山<ー>、えー、ちゃん楽しみにしていただきたいというふうに思います。はい